上、カポタストを使用したギター下、ギター用カポタストの一例カポタストは、ギターやウクレレなどの弦楽器用アクセサリー、演奏補助器具の一つである。略して、カポと言われる。胃腸の道具と紹介されることが多いが、カポを装着しても、便宜上の開放弦の音程が変化するだけで、胃腸にはならない。例えば3フレットを制覇した G のコードの出音は、 カポを1フレットや2フレットに装着しても G のままである。以下は主にギターに関して述べる。この項目の通り、ギターは一般的なチューニングでは E、A、D、G、B、E を音にチューニングされている。したがって、シャープやフラットの多い調べの楽曲の演奏において、以下のような若干の制限がある。この回避策として、 楽曲ごとにチューニングを変更することが考えられるが、簡易にそれを行うための器具がカポタストである。基本的には、左手人差し指による制覇を代行する器具である。何らかの機構で、人差し指の代わりに、任意のフレットで1から6弦までを一括して、押さえつけ、カポを便宜上のナット、または0フレットと、仮定することができる。その弦の固定の強度の関係から、 開放弦とも制覇した弦とも若干違う音を奏でる。ギターにておいてコードは同じものでも様々な押さえ方があり、それぞれによって音の高さや構成音、展開型などが異なる。複数のギターを用いてコードを主とした演奏を行う場合、それらニュアンスの異なるものを組み合わせて音に独特の厚みを加えることができる。往々にして、 ハイポジションのものも多く用いられるため、その際にカポタストが威力を発揮する場合も見られる。詳しくはギター双方も参照。カポによって1から6弦までが常に制覇されるため、ギターの発音できる最低音自体が上がってしまい、ある意味で演奏に制約が加わってしまうことが挙げられる。前述の通り、音質に関しての好みの問題もある。 また左手だけで制覇する場合と違い、演奏ごとにいちいちカポタストをつけ外しするという手間がかかる。また、コード譜は異常式の表示になり、例えばカポ2で円と表示されている場合、実際になる音は超2度上に異常して、回、メー、トルである。そのため、コードをポジションではなく、音で認識している絶対音感の保持者などは、慣れるまで混乱しやすい。 ちなみに装着時にチューニングが狂う場合があるので注意が必要である。通常の運指と同じくフレット内でもできるだけフレットそのものに近い位置に装着することが好ましいが、あまりに近すぎても左手の動きに干渉するというジレンマもある。なお、あまりに高いフレットに対してはあまり実用的ではなく、また着脱時には必ずチューニングを確かめることが求められ、 特に装着したままそのポジションを移動させるような横着は慎むべきであるとされる。様々な工夫がなされた商品が販売されているが代表的と思われるものを挙げる。価格は多種多様である。文献によってはバネ式、テコ式、ゴム式、クリップ式に分類されることもある。ありがとうございます。